調子がいい。ランコース、星海さんのオールラウンドぶりもすごいよな。遅かれ早かれ優秀な彼らには結果を出さなければいけない日がやってくる。大事だよね、伸び伸びって。どうぞ。自分は上手くなった、強くなったという錯覚を。鵜飼君。先生どうだった。基本先方も OK なんですが。ええ、明日には帰ってきますしね。俺のセットで打てへんやつはただのポンコツや。それはあんたのお利口さん発言のせいだと思う。あの、ミヤさん。ん？お利口さんってどういう意味ですか？慣れない場所、メンバーでの合宿、お疲れ様でした。互いにレベルアップしていけるのが理想です。トビオ君、また春高でな。はい。駅どっちだ？一緒に行くよ。何言ってんだよ、春高まで1ヶ月ないんだぞ。あ、合宿メアド、メアド。なんでもない、じゃあな。なんだよ。なんつうか、昔とはだいぶプレースタイル変わってたしよ。心底怖えよ。喧嘩譲れなくて喧嘩すんの普通だ。別に影山なんかどうでもいいし。またな。おわし城先生、今回は本当にありがとうございました。いやでも一番ギラギラしてたよ。他の選手も確実に感化されている。意識していようといまいと、ポジティブなものだろうとネガティブなものだろうと。ああ腹減った。あ、ここはこれがうまいんすよね。おい、この5日間何やってた？お前部室か体育館の鍵持ってる？持ってない。あ、いやでも国見、あ、百沢が2メートルのな、やっぱでかくて。身長170センチ前後で、お前の100倍うまかった。つーか、大会早々早えんだよ喧嘩が。チャンス。お前もっと飛べるぞ。おー、日向影山無事かよ。菅原さんチャンス。早すぎんだろ。まあそれはそれで、お前ららしいじゃねえかな。あ、バレーはどうだったんだよ。全国の猛者どもが集まってたんだろ。逮捕されるからやめたそうです。逮捕？月島も合宿で成長したか。はあ、どうせお前残ってたって単品じゃ役に立たねえだろ。うっせえな。もう喧嘩から平和を感じる。ネットを急分割してるんだよ。先週からずっとサーブ強化週間でね。いつもより前で構えてオーバーで捕まえるのが確実な方法だ。木下サーブいいじゃん。ダメ、成田はアウト。今のはなんだか普通にやったって感じだ。お前ちょっとオープン打て。あ、ちょっとだけっす。ちょっとだけだぞ。うっす。お前は基本ちょろちょろすんのが仕事だから。言い方。そ
それで十分飛んでるし、試合中はそれで精一杯かもしれない。足？足以外どこがあんだボケ。高く安定したジャンプは空中での余裕に直結する。今にも雪降りそうだし、あいつらのちょっとだけを信じるのか大地。合宿行って触発されんのはわかるけど、俺なら一息つきてえわ。もう一回！ほら！ジャンプが流れてる！もし急に帰れ！ナイスキー！月島、小金川がセッターの時の方が高いところから打ってた気がする。ユースの報告は聞いたけど、なんつうか、どうだった？ほう、お前が言われたのか。はい、ユースの他のセッターに。うちのジジイに散々言われたことだ。もうそろそろ着く頃だな。最高の相手っすよ。はあ。この半年でさらに磨きがかかった伊達校のブロック、バンチンリードブロック。日向くんのおとりもあるのにブロック。いいブロックはスパイカーだけでなく、接待に相当なストレスを与える。挑発上等。はっ、絶対もっと日向に食いついてくると思ったのに。そして陣形はバンチシフトでしたか。真ん中に寄ってる分、サイドからの速い攻撃への対応が難しい。真ん中の速い攻撃には弱いが、少なくともどこからの攻撃にも。でも鍛錬されたバンチリードは怖えぞ。それがバンチリードブロック。束で来られることのプレッシャーは半端じゃねえよ。